クリスタルシャバダバダ。音楽がどれだけ心を豊かにして出会いをドラマチックにしてくれるか。人生のあちこちに必ずその時の自分にぴったりの曲が存在する。恋の始まりに聴いた曲はいつ聴いても甘酸っぱい気持ちになりませんか。気分は瞬間で10代にもなれる魔法がかかる。うまくいかない恋にも必ずぴったりな曲が聞こえてくる。涙をこらえて聴いた曲、気分はもちろん悲劇のヒロイン、心が一つになれる応援歌、家族を思う曲、人生を共に生きる数々の曲をご紹介していきたいと思います。さあ、今から今日かける曲はですね、今月はですね、まあ、夏休みバージョンなのでいろんな、曲を紹介しようと思うんですが、多分聴いたら、あの曲だなってわかる、あの映画だなってわかる曲です。この頃はね、ダンスがすごくブームで、私もそのちょっと前ぐらいからジャズダンスを始めて踊ってもいたし、振り付けもしていたし、そしていろんな構成したり、舞台を作ったりしていました。で、ある日、六本木の今で言うじゃない、ディスコでね、この映画のオーディションというか、日本の、まあ、この映画の、ヒロインをちょっと決めようみたいなことがあってオーディションに来たんです。でそしたら優勝しないんだけど、審査員特別をもらって中途半端なんて感じたんだけどで、大好きな映画の一つで、ダンスをやってた人たちはもうすごくなんか衝撃的な、素敵な映画でした。では聴いていただきましょう。フラッシュダンス、いいっすね、あったでしょ、いいっすね、いいっすね、フラッシュダンス、審査員特別、特別じゃん、ぽいですよね、オリジナリティが可愛いからみたいな。いやこの映画良かったっす ね何回も見ましたね、ジニファー・ビールズがまたね可愛いっすよね、吹き替えなんだけど、ね、あ、そうなんですか、らしいっすね、あれはそうらしいっすね、できないだろう、あんな学校の動画動的なのね、あんな、あのブレイクダンスみたいなとか、かなり言われましたよね、水をこっちの場はい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 、はい、その後ね、あれを吹き替えだとかつってかなり叩かれたんですよ。あ、そうなんですね。オーディション会場行ったらね、うちの私の先生がね、審査員にいたの、はい、あ、のりこちゃんって言って、あ、先生とか言って受けに来ちゃいましたとか言って。舞台ですか、一応舞台のオーディションかな、違う違う、なんか、なんだろう、ミスコンみたいな感じだよね。あ、まだ踊りもできなくちゃいけないんだけど、自分でフラッシュダンスをイメージして振り付けして一人で舞台で表現するわけ。あ、そっかそっか。そういう、あのダンサーの人たちって技を見せるわけよ。で、私はほら女優さんから入ってるから表現で、うん、はいはいはい、っていうのでそんなに踊りも取らないんだけど、フラッシュダンスのあの子がこう頑張るのとかやったら審査員に送る。大体そんなところを生きてるんだね。特別賞とかね。グランプリじゃないんだけど光るものを持ってる人っていうね。このまま返してはいけないでしょう、ね。はいはいはい。なんかとりあえずっていうね。そこ大事っすよね。そう。じゃあそんな感じで生きていくか。そんな感じで。てな感じでみたいな。クリスタル漫才チームでそれね、フォークショーが出てるの、いいですね、それもいいです ねその方がすごい受けてお客さんが増えてフォークショーの方が良かったなんか気にならないし、はい、次何でしたっけ、あ、これも飲むのかな、そうよ、入らないよ、ここで移動ですね、クリスタルにいいですか、これはまあフェードアウトで見たいです、尺的に巻いてますけども、どうしちゃった方がいいですよね。じゃあ2だけとかでいっちゃいますか。そうだね。わかりました。じゃあこのサビ明けでいっちゃいましょう。はい。いきます。